ロシア軍の人人人砲撃で味方兵士27人死亡、34人負傷。ロシア軍が戦闘中に味方に対する最悪の5人砲撃で60人余りの死傷者が発生したという報道があった14日、現地時間テレグラフなど外信はウクライナ東部ドネツキのセルゲイ・プロコフィエフ国際空港に近いオプティネ村から急遽撤収することになったロシア兵士60人余りが 味方の砲撃を受けて死傷したと報じたこのような報道は10日にウクライナ国会議員のユーリー・マイシ・アージェン氏が初めてテレグラムを通じて明らかにしその後ロシアの軍事ブロガーやウクライナメディア海部ポストなどが相次いで伝えたマイシ・アージェン氏は事件はロシア軍がもっと有利な位置に交代という主張のもとオプティム村から急遽撤収する過程で発生したとしながら 当すべてのロシア兵士がまとまって交代できない混乱した状況でロシア軍の大規模砲撃が加えられたと主張した続いてこの過程でロシア兵士27人が命を落としけが人は34人が発生したとしながら特にけが人の約半分は腕や足が吹っ飛んだと強調した軍事専門家はこのような内部の5人攻撃がロシア兵士の間の コミュニケーションに問題があるるためだとしている実際昨年11月には戦死したロシア兵士の相当数が味方の攻撃で命を失ったという主張があったこのような主張は特に親ロシア分離主義勢力のドネツク人民共和国 DPR のアレクサンダー・ホダコフスキー司令官の口を通じて伝えられたホダコフスキー氏は南部マリオポリを陥落した昨年5月 ロシア軍損失の60%はロシア軍によって発生していたとしながら、迫撃砲部隊が電子標的システムを使用できなかったせいで、味方に向かって砲撃を加え、通信不良も深刻で、適切な状況の把握ができないまま、味方のタンクの経路に地雷を設置したりしたと明らかにしていた。習近平政権が異常事態。 国防省失踪から聞こえてくる中国崩壊の断末魔。政権基盤を揺るがしているのは間違いない中国の習近平政権が異常事態に陥っている信号外相が突然解任されたかと思えば今度は李承福国防省の同棲が2週間以上も途絶えたままだ一方国内ではスパイ狩りが加速し国民の服装まで処罰の対象にする方針だ一体何が起きているのか 李国防相は8月29日に北京で開かれた中国平和安全フォーラムに出席したのを最後に、公の席に姿を見せていない。世界で憶測が広がり、とりわけ、中国と国境紛争を抱えているインドのメディアは、こぞって李氏の行方不明を大きく報じた。米国のラーム・エマニュエル駐日大使は9月8日、XQ ツイッターで、先の新外相解任に触れた上で、今回の李氏失踪について、 習主席の閣僚体制は、今やアガサ・クリスティの小説、そして誰もいなくなった、のようだと皮肉を込めて投稿していた。李氏は65歳、2022年の中国共産党大会で党中央委員に任命され、今年3月、国防省に就任した。それ以前は軍装備を調達する部門の責任者を務めていた。中国当局は、李氏の動静について何も発表していないが、 香港の英字紙、サウスチャイナ・モーニング・ポストは7月28日、中国ロケット軍の司令官と2人の副司令官が汚職の容疑で調査を受けている、と報じていた。その後、司令官と政治委員が更迭されている。李氏についても、これまでの経歴を考えれば、汚職容疑が浮上している可能性もある。もしも、李氏も更迭されたとなると、外相に続く重要閣僚の失脚だ。米国との対立関係が続く中、 習近平政権にとって避けたい不祥事であり逆にそれほど深刻な事態であることを物語っている閣僚級ではない幹部クラスに対する粛清人事も続いている政権基盤を揺るがしているのは間違いない原因は習近平の側に政権の異常事態は一連の重要な国際会議を欠席したことからも伺える 習氏は8月22日に南アフリカで開かれた新興5カ国ブリックスの首脳会議に参加しながら同時に開かれたビジネス会合を欠席し代わりに同行していた商務省が習氏の演説を代読した飛行機から降り立った習氏の表情は制裁を書き同行していた側近が会場に入れず習氏が不安そうに何度も後ろを振り返るシーンもあった続いて9月9日10日にはインドで開かれた20カ国 地域 g 20首脳会議を欠席した本来なら、新興国のリーダー格として指導力をアピールする絶好の場だったはずだ。ところが、終始の欠席で、中国のライバルであるインドの存在を際立たせる結果になってしまった。インドのナレンド・ラモディ首相は絶好のチャンスとばかり、攻勢に打って出て、アフリカ連合・ AU を G20 のメンバーに加えることに成功した。アフリカ勢はインドに感謝したに違いない。 一一帯一路プロジェクトを武器にアフリカの取り込みに不振してきた中国にとっては大きな外交の失点だこうした経過を受けて欧米では米国との関係改善が思うように進まなければ終始は11月にサンフランシスコで開かれるアジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議も欠席するのではないかという見方が出ているだが米中関係の改善が進まないのは 米国側に大きな責任があるとは言えない。なぜなら、米国はこの間、重要閣僚が相次いで訪中し、関係改善を呼びかけてきたからだ。5月のウィリアム・バーンズ中央情報局、CIA 長官を皮切りに、アントニー・ブリンケン国務長官、ジャネット・ギエレン財務長官、ジョン・ケリー気候変動問題担当大統領特使、ジーナ・デモンド商務長官、 さらには対中融和派として知られるヘンリー・キッシンジャー元国務長官までが訪中した。米中関係の悪化は、2月に米国大陸上空に飛来した中国のスパイ気球を米国が撃墜した事件がきっかけだった。だが、相次ぐ閣僚の訪中は、まるで米国が中国に関係改善を願い出ているかのようだ。双方向の往来が外交慣習なのに、全く異例である。これほど一方的な米国のラブコールを、 習氏が APEC 欠席という形で袖にするのであれば、原因は習氏の側にあると見ていい、突然の外相解任や今回の離国防省失踪が背景にあるとすれば、中国の異常事態も理解できる。国内の取り締まりを強化。そんな中、習政権は国内で引き締めを強めている。中国国家安全部は8月21日、米 CIA に協力してスパイ活動をしていたとして、 39歳の政府職員を逮捕した。彼は日本留学中に米国へのビザを申請したのをきっかけに、CIA にリクルートされ、中国に帰国して政府機関で働き、情報を提供するようそそのかされた、という。国家安全部は、この10日前に別の中国人も CIA に協力したスパイ容疑で逮捕している。彼はイタリア留学中にリクルートされ、中国の軍事企業に勤めていた。上海警察は8月、 海外移住について助言する最大手の中国系コンンサルタント会社の女性経営者と従業員を逮捕した中国共産党中央党校の元教授で、米国在住の冴華氏によれば、当局は同社に顧客名簿の提出を要求し、関係者の間で、移住を相談した顧客も摘発されるのではないかという懸念が広がっている。中国当局は治安管理処罰法を改正し、 国民に有害な服装を禁止する法案も準備している。中華民族の精神に有害で、感情を損なうシンボルを身につけたり、服装をしている者は拘束し、罰金を科すという内容だ。だが、一体どんなシンボルや服装が、それに該当するのか、明示されていない。先週のコラムでも紹介したが、習政権は2021年夏から、 古毛沢東主席による文化大革命を思わせるような大弾圧政策に乗り出した。学習塾や英語教育の禁止とともに、アイドル、タレントが人気を博したテレビ番組も禁止した。今回の服装規制もその一環と見られるが、たかが服装だが、されど服装である。日々の暮らしに直結する点で、国民に与える衝撃度は、これまでの日ではないだろう。習政権に対する反発も当然、高まるに違いない。 政権内部では閣僚を含めた更迭、粛清人事が続き、社会に対しては異常な弾圧を強める、6月2日公開コラムで紹介したように、米国への不法入国を試みる中国人も続出している、まさに政権の断末魔が近づいているのではないか。<music>